はい、中年オタッキーです。年末の繁忙期でね、まあ今ちょっと東名高速の宮池パーキングに停まってるんですけど、自己渋滞でね、まああんまり寝れないし走んなきゃいけないんですけど、もう渋滞してるんで行ってもしょうがないんで、まあ、動画でも作るわっていうノリで、今動画を作る作業をしております。はい、で今日はねカメラ紹介というかレンズ紹介ですかね。まあ、カメラはねこれペンタックスの MZ10 っていうね、以前ジャンクカメラまとめて買って大丈夫っていう動画をアップだいぶ前にアップさせてもらったんですけども、その中に入っていた1台で、ちゃんと動いてくれましたちゃんと動いてくれましたんで、でレンズがなかったんですね。でレンズをねミッシェルさんにね、視聴者さんいただいた、XR リケの、50mm F2、これがね非常に良い写りをするレンズということで、和製ズミクロンということでね、ライカのレンズにも引けを取らない良い写りをするということで、もうねミシェルさんね機材提供ありがとうございます。本当にね本当にいい写真が撮れました。僕にしてはね僕自身がねフォトグラファーとして大したことないですから、ただレンズの性能をね分かっていただけるには十分な、作品が作れたと思いますんで紹介してまいります。はい、それでは動画スタートしていきます。はい、まずはカメラ紹介から。これペンタックスの MZ10 なんですけども、ちょっと発売時期書いてあるとこはなくてよくわかんないんですけどもね、とりあえずねそのオートフォーカスレンズ、ペンタックス K マウントのオートフォーカスのレンズがつくようですね。でシャッタースピードの最高速が2000分の1で、マニュアル、シャッター優先、絞り優先、プログラムをいろんなモードでね、標準モードから人物モード、近接モード、動体モードとかね、いろんなモードが搭載されておるようです。で、すごくね、ちっちゃくて軽い。女の子でもね、簡単に扱えるような、あれじゃないかな。ほんで、このようにね、ポップアップストロボもついておりましてね、なかなかね、使い勝手がよろしいカメラになると思いますね。光りますね。で、なんですけども、ジャンク品はね、結構トラブルが出てるやつが多いようで、ジャンク品に手を出すのはちょっと注意かもしれませんね。このぐらいのね、もう、電池で動くカメラ、ね、でバッテリーで動くカメラは、すごくね、トラブルに弱いです。で、電池も高いです。これ CR2 だったのかな？見えない。CR2 ですね。CR2 がね、2個いるんですよね。これ1個ね、家電屋さんとかで買ったら1個5、600円。もっとするかな。で、まあ、千何百円かね、電池代にかかってきますんでね、電池代も結構します。ただ、ペンタックス K マウント、のオートフォーカスのレンズも使えますし、マニュアルフォーカスのレンズもね、全然違和感なく使えます。普通にね、自動露出も使えます。僕のはね、ちょっと露出系が弱ってて、多少ね、なんていうんですか、自分なりの補正が必要になりましたけども、まあ、使い勝手はね、非常にいいカメラで、軽いですし、旅行のお供とかにもいいかもしれません。で、次にこの XR リケノン、50mm F2、このレンズの紹介ですけども、リコーの XR500 とかにね、標準装備、されていたレンズのようで、当時はね、その、廉価機、いくらだったか忘れちゃった。カメラとレンズで5万以下だったかなんだかな。すごく安いカメラとして、販売された、そういうコンセプトで販売されたものになるんですけども、以前から申し上げておりますように、これ、富岡工学が作ったレンズなんですね。で、富岡工学は、ヤシカエレクトロシリーズとかもそうですけども、
安いカメラでもね、躊躇ないその設計、徹底した光学設計というんですか、素晴らしいね、レンズを搭載してきてもって、この XR リケノンもね、全然ね、その例外じゃなくて、ものすごいね、シャープでいい写りをしますし、で、まあ、作例もね、ここから、紹介していきますけども、まあ、ご覧のようにね、その、強い光がね、入って、ているような場合でもコントラストも崩れませんし、非常にシャープですし、シャープなのに背景ボケもなかなかなんですね。で、ブログとかね、個人のブログとかを見てると、その開放付近では中心部はシャープだけど周辺部がね、弱いとかいう評価も結構見受けられるんですけど、僕はそんな感じには思わないですね。結構周辺部までね、パリッとした、綺麗な描写にしているように感じます。で、もうね、見た目もね、そのスペックもね、ごくごく普通なんですよ。絞りはね、2から16までしかありませんし、だから、超高感度フィルムとか、高感度モードにした、デジタルカメラにマウントアダプターで乗っけたりとか、ペンタックスの、デジタルカメラに乗っけたりとかして、もう F16 じゃ足りない場合も、まあ、出てくるでしょうしね。スペック的にはね、全然物足りないんですけども、そのレンズがね、素晴らしいんで。で、まだまだ安いです。さっきヤフオクで見たんですけど、3600いくら、即決9800円とかで入札が入ってなかったんで、結構ね、そんな、肩肘張るような値段じゃなくない価格で買えると思います。結構いい、安い価格で買えると思います。だから、ペンタックスの K マウント、ということで、K マウントのフィルムカメラ、もしくはデジタルカメラを使用されるか、ミラーレス機とかにね、マウントアダプターで乗っけて楽しんでいただけるかと思いますけど、まあ、富岡光学さんのね、レンズ、フィルムカメラの時代のレンズということで、ぜひぜひね、フィルムカメラで楽しんでいただきたいところではありますけど、ペンタックスの MX とか LX とか、あの辺で、使っている人ももしかしたら、まあ、いるかもしれませんけど、ペンタックスのレンズもなかなかいいんでね、もうXR リケノン買う必要ないやって人もいるかもしれないんですけど、今回テストしてね、非常にね、素晴らしい描写でちょっとびっくりしました。で、こんだけいいからカラーでも撮ってみたいなと思うんですけども、カメラ本体の精度が今一つなんで、山間露出でリバーサル行くのは怖いなーっていうことで、このカメラレンズの組み合わせで、そのうちもしかしたらカラーネガで撮って、動画にするかもしれませんけども、まあ、今回はね、ちょっと、忙しいということもありまして、いつものね、使ってる、ケントメア100、イギリス製のね、モノクロフィルムのみでの、撮影になりましたが、これ他にもね、いっぱい写真、いい写真があってね、もっと紹介した写真もあったんですけど、あんまり長くなっちゃうとね、どうかなっていうことでね、今日はね、この辺にしますけども、素晴らしい写真、が撮れました。このレンズね、超おすすめです。カメラはね、なんか壊れてるやつが多いらしくて、ちょっと微妙ですけど、まあ、僕のはね、たまたま壊れてなかったんでね、良かったんですけどね、結構オークション元取れましたね、ジャンクカメラ大量に買って大丈夫ってやつ。実はね、ミノルタの、28105やったかな、ズームレンズ。あれ、カビなしバリモンのね、レンズが入ってて、ヤフオクに出したら3000円で売れたんで、結構オークション元取れてますよ。まとめ買いで、運が良ければね、いい買い物できます。はい。で、今日のカメラ、レンズ、紹介は、この辺になります。ね、年の瀬も迫ってきてね、ちょっとバタバタしておるんですけど、あ、渋滞消えたよ、そろそろ走んなきゃいけないんですけど、まだ動画作ってまいります。とりあえず写真の紹介しきれてなかった、分で、まだね、カメラプレゼントもね、進行中なんですけども、まだね、写真のね、その投稿、はしないでくださいね。ちょっと DM、ダイレクトメールがぐちゃぐちゃになってて、えらいことになってて、それ非常に時間かかってます。とりあえずクレイジーポップさんのね、写真から紹介してまいります。
クレイジーポップさんの写真ね、これね、EOS5D Mark II、で、撮っておられまして、ライトルームでね、ちょっと明るさとかサイドとかを少しいじってるらしいです。いじってるらしいですけど、違和感ない綺麗な写真ですね。こういう補正なら大歓迎です。僕もね、フィルムで撮って、露出アンダーになったりしたらね、露出アンダーじゃない写真に加工したりすることは稀にあります。実はね、構想的な制約もありますし、見れないものを作ってもしょうがないんで、このぐらいのね、補正だったらね、全然いいと思いますね。全然違和感ない写真になってます。レンズがね、EF50mmF1.8 の初代ということでね、単焦点レンズで撮っております。EF50mmF1.8 ね、1も2も、1は結構希少なのかな。1、2と、1.8STM ってあるかな。3本ともね、そこそこかなり結構いい、値段の割にはいいレンズ、ということでね、紙レンズっても言われてますけども、おすすめのレンズになります。ね、はい、で EOS 5D Mark II、以前から言っておりますけど 5D Mark II なかなかいいと思います。で値段もこなれてきておりますし、フルサイズ入門の、ね、カメラにね、一番いいんじゃないかな、多分ですけど、そんな感じで、じゃあ次の、写真いきます。次はね、サンクさんの写真を紹介してまいります。はい、サンクさんの写真なんですけどもね、これどうぞ見てくださいって感じで最初送られてきたんだけど、かなりいい写真だったんで、これは紹介しようってことになりまして、使ってるカメラがヤシカエレクトロ 35GS、僕も持ってるやつですね。今ちょっとリバーサルフィルム入ってて、カメラバッグの中入ってますけど、テスト撮影ということでね、フィルムがね、富士の記録用の100、カラーヤシのね、40mm だったかな、F1.7 だったんじゃないかな、が搭載されている、富岡光学、が製造しているレンズですね。これご覧いただくとるようにね、これ逆光で、撮っておられますけどもね、やはりね、その色コントラスト、素晴らしいレンズになりますね。さすが富岡光学ということで、でこれな、これ300円だって、このカメラ300円だったらしいです。もうバカバカしく安い、こんな300円のカメラでこんな写真撮れる、笑っちゃいますね。これ最高だと思います。サンクさんありがとうございました。次がね、369モノクロームさんかな、の写真を紹介してまいります。はい、369モノクロームさんね、フィルムでもデジタルでも撮っておられるということなんですけども、今回はちょっとスキャナーが今ないんでデジタルになるということで、レンズが、スーパーアングル4 21mmF4、 これねちょっと不勉強で知らないです、ごめんなさい。でカメラライカモノクロームになりますね。ライカのライカモノクロームっていくらぐらいするんだろう、恐ろしく高そう。猫がね、これキスしてる写真、もう絶妙のシャッターチャンスですね。で、ライカモノクロームのね、出来なんですけども、ちょっとレンズが 21mm、APS-C なのかな、もしかしたら。ちょっと不勉強でごめんなさい。調べる時間もね、ちょっとないんでね、今バタバタしてるんで、なかなかのシャッターチャンスで、やりますね、これ。で、モノクロもね、さすがライカっていうかね、コントラストとかね、その階調とかがね、フロート好み、ちょっと柔らかい調子、で、いい感じに撮れておりますね。はい、369モノクロームさん、ありがとうございました。次もぜひお願いしますね。はい、次がね、ユミカメラさん、の写真を紹介してまいります。はい、ユミカメラさんの写真、1枚目の紅葉がね、ソニー RX100M3、
F8E でね、よく分かっておられますね。よく分かっておられます。写真もよく分かっている方だと思います。まずね、もうこの紅葉にね、ソニー、素晴らしい組み合わせでね、鮮やかに撮れておりますしね、もう、もう一枚のね、ネイチャーフォト、鳥さん、これなんだったこの鳥なんだったっけ忘れた。こちらもね、ニコン D7100、でね、APS-C のカメラですよね。それにね、300mm 乗っけて、よくカメラを分かっておられる方ですね。これ、やりますね。まあ、以前もね、ちょっと話しましたけど、APS-C カメラにね、望遠レンズっていうのはね、最強の組み合わせになると思いますね。まあ、ソニーのね、α7R3 とかで、APS-C にもあれできるんですね、確かね。それで、長玉にするっていうあれもありますし、まあ、トリミングすればいいっていうあれもありますけど、なんていうんですか、やっぱその、画面の中の画素数とか、そういうバランスを考えたらね、APS-C カメラに、望遠レンズをつけて野鳥を狙うというのは僕はいいと思います。で、僕はやってないんですけど、まだ。やろうと思ってやってないんですよね。EF ね、7200にね、テレコンつけて 400mm にして、ね、APS のね、50D あたりでね、うちの近所ね、ちょっとコウノトリがいっぱいいるんで、コウノトリがもう8羽ぐらいいるのかな。またつがいが飛んできたとかにね、ナルト市はね、コウノトリがいっぱい来てるんでね、ぜひ狙いたいんですけど、暇がないんです。たまに暇がなくて忙しいって、うーって走ってるときに、真横にコウノトリがいたりするので、このーみたいな感じの時もあるんですけどね。はい、まあまあ、ちょっといらん話はいいんですけど。はい、ユミカメラさんありがとうございました。次がね、柿の木さん、の写真を紹介してまいります。はい、柿の木さんの写真なんですけども、これね、カメラがね、ヤシカエレクトロ 35cc 富士フィルム、記録用100ということで、で撮られていることなんですけどもね、このヤシカエレクトロ 35cc なんですけども、レンズがね、なんかカビてて、どうしても外せずっていう風になんか書いてあるんですけども、多分ね、これヤシカのレンズ大体そうなんですけども、バラせない部分があったりするんですよ。多分それなんじゃないかな。僕もね、一眼タイプのね、ヤシカのレンズ、完全に分解できずにちょっと諦めたやつが一本ありますけどね。でもね、これ、そのカビが高じてというか、なんというか、不思議な感じの写真になってますよね。もともとね、解像度がものすごくいい、富岡工学ですか、の、レンズで、それがカビててね、そのなんか味になってるっていう感じですかね、これ。ちょっとね、若干青白い、もやが出た、うっすらもやが出て、いい感じになってます。これ、飾って、お店とかに飾ってもね、良さそうな写真に、仕上がってますね。これ、素晴らしいと思います。偶然というかね、まあ、偶然の産物もあるっちゃあるんでしょうけど、いい写真になってます。光もいい感じですしね、いい写真になっております。はい。柿の木さん、ありがとうございました。次はね、和孝さんの写真、を紹介してまいります。はい、和孝さんの写真なんですけども、お寺さんにね、その紅葉が、出てるんですけども、残念ながら天気が若干曇り気味、ということでね、あんまりいいのがなかったんで1枚だけということなんですけど、親鸞さんの銅像があるということは浄土真宗のお寺なのかな、でね、ミノルタのね、α9XI、コダックカラープラス200、レンズが標準レンズなのかな、で撮った写真ということで、ミノルタ α9XI ね、素晴らしいカメラということで僕も使っておりますけども、和孝さんもなかなかこれいいねっていうふうにお話ししておりましたけどね、まあ天気には勝てないか、今年のね、紅葉ね、僕もね、
外した外したってツイッターで言ってるんですけど、チャンスは何度かあるんですけど、いや天気がね、いや今日チャンスなのに天気がっていうことばっかりでね、なんかでもうね急激に寒くなっちゃって、ちっちゃいましたね。この間も群馬の水上でね、取るチャンスがあったんですけど、もう散った後でガーンみたいな感じだったんですけどね。はい、和坂さんありがとうございました。次はね、夢旅人さんの写真を紹介してまいります。はい、夢旅人さんね、戦闘機マニアのね、僕の心をくすぐる写真あり、いつもありがとうございます。これ百里基地かな、百里基地の航空祭ということでね、見事にね、飛翔中のね、F4、をバッチリ撮られておりますね。ん？違うわ、これ F4 じゃねえや。あ、やっぱ F4 だ。これすごいな、縮流現象で煙が立ってるから F4 に見えなかった。F4 3枚とも F4 ですね。でカメラがね、EOS KISS X3、EF75-300 F4 から 5.6USM、飛翔中のやつは胴体優先ですね。で展示してある白赤のカメラだけが、EFS の1855で撮られておるようです。EOS KISS X3 ってそんなに新しい、カメラではないですけどもね、その飛翔中のね F4 をね見事に、300mm のレンズで撮られてます。 300mm だから換算距離が、358で 480mm、 480mm でこれを撮ってるってことは手持ちで撮っておられるんでしょうから、うん、素晴らしい腕だと思いますし、カメラもなかなかの性能を発揮しておりますね。これ素晴らしい写真ですね。これ縮流現象が出てるんだな、これすごいな。うん、いい写真ですね。大したもんです。はい、夢旅人さんありがとうございました。次が最後になります。ジンさんの写真を紹介してまいります。はい、ジンさんの写真ね、カメラはニコンニュー FM2、レンズがニコール 50mmF1.2、 高いレンズつけてますね。これフィルムがイルフォード HP5 ISO400、で撮りましたということで、これイルフォードのフィルムっていうのは、こうハイコントラストになるのかな、これ素晴らしいコントラストで、400のフィルムにしては非常にシャープ。絞りいくつで撮ってるんだろうな。確か、聞いた話ではニコールの 50mmF1.2 は開放付近ではそんなにシャープじゃないっていう、甘いっていう話を聞いたことで、ちょっと絞ってるんでしょうね。でもこれ屋内で撮られてる、まあ400だったらそこそこ絞れるのかな。そうでもないよな。いや、シャープに撮れてますね。まあハイコントラスト、ニコン単焦点ということでね、素晴らしい組み合わせ。もうこれね、こういう写真を撮りたくなるの分かります。ニコンのねレンズはとにかくね、解像度高い、解像度高いけど機械音構造物、そういうもんにはねズギューンときますね。はい、ポートレートはねなんかシワまで映るんで女の子が嫌うっていう話もなんかちらっと聞きましたけど、まあまあこんな感じで今日のね、視聴者様のね写真の紹介、ここまでにしていきます。はい、でね、まだまだねカメラプレゼントね募集中です。令和元年ですよ。令和元年の12月18日23時59分59秒まで受け付けております。カメラ、当たるのは2台、こちらのね、キャノネット初代、初代キャノネットね、これ、あ、今 AE にしてるからシャッター切れねえや、
はい、ね、シャッター切れますね。暗いところではシャッター切れないっていうね、ちゃんと AE が動いております。AE っていうか EE なんですけどね。もう一台、こちら、ミノルタエール。これね、これフルマニュアルカメラになりますけど、シャッタースピードと絞り合わせて上にね、こう、針がついてる。針が丸になったら露出合ってるよっていうね。これ露出系ちゃんと完璧に動いてます。露出系通り撮ってもらって大丈夫なカメラになります。で、ちょっとレンズキャップはありませんし、レンズがね、少し汚れててね、これどうしても分解できないんですけどね、以前ね、ミノルタ AL っていうカメラ、紹介する動画作っておりまして、そちらのね、写真を見ていただければわかりますけど、非常に綺麗に撮れますんでね、間違いないと思います。逆光ではちょっと苦しいかもしれないですけど、逆光でもちょっと撮ってます、一応ね。で、まあ、両方ともね、非常に古いカメラ、昭和30年代のカメラになるんですけどもね、もう60年ぐらい前のカメラになるんですけどもね、2台ともすごい快調でね、これをね、視聴者様に、1台ずつプレゼントしていきます。現在のところ、エントリーが22名、この動画を作ってる時点で22名ということでね、まだまだチャンスがありますので、ぜひぜひご応募くださいませ。令和元年12月18日23時59分59秒までの受付となっております。で、抽選はもしかしたらライブでやるかもしんないな。まあ、わかんないですけどね。まあ、そんな感じでね、今日の動画終わっていきます。で、次の動画なんですけど、ネタがないんですね。現像できなかったんですよね。今週ちょっとバタバタでね、無理やり動画作っていくかもしれないんですけど、今週の動画はもしかしたらこれで終わっていくかもしれません。はい、じゃあ次の動画までまたお待ちください。写真のね、投稿はね、次の動画で解禁する日を発表いたしますので、写真の投稿はね、もうちょっとお待ちください。ちょっと、かなり混乱してね、のた打ち回っております。はい、それではまた次の動画までお待ちください。最後まで視聴していただきありがとうございました。またこの辺ね、チャンネル登録のボタン出てくるんでね、ぜひチャンネル登録していただき、またリンクも出てきますんでね、お暇な方のお付き合いしていただければと思います。で、最近ほんで、ちょっと打足になりますけどね、こいつで撮ってます。撮ってますって言っても、まだ2、3枚しか撮ってないですけどね。以前からね、仲良くさせてもらってるね、プロカメラマンのね、フォトライブ、という動画、概要欄からね、URL で飛んでもらったらいいんですけど、僕の動画の概要欄からも URL で飛べますけども、フォトライブの中田さんの、弟子のゆかりさんって方がね、このカメラはね、50D にね、18-55で撮ってるらしい、全く同じ組み合わせで撮ってるらしいんで、僕も撮ってみようかなと思ってね、1年ぶりぐらいにね、50D 動かしました。チャンネル1年ね、ほったらかしたけどね、ちゃんと撮れてます。はい、いや、ちゃんと撮れてますね。もうカメラが多すぎてね、特にデジタルはあんまり使わないんでね、動いてないんですけども、いい写真が撮れたらね、ゆかりさんのところでも送ろうかなと思ってますけどね、ちょっと打足になりました。今日の動画はここまで、また次の動画お待ちください。それではまた。